はい、舞鶴電脳工作室で、子供パソコンいちごジャムによるエレキーを作ってみました。赤が長い点、白が短点です。で、エレキーですので、というふうに、使えます。それでこちらにあるのが、中国製の CW デコーダーです。非常に安いんですけども、まあ、正確にモールス符号を打たないとデコードしてくれません。解読してくれません。で、エレキーで、というふうにするんですけども、慣れてないとうまくいかないのと、やっぱり本物のマニピュレーターを使った方がいいですね。で、もちろん縦ブレ電源でも使うことができます。やってみます。 A BC、 違う、 D、 E、 F、 G、 H、 I、 J、 K、 L、 M、 N、 OP、 ダメですね。 P、 Q、 R、 S、 T、 U、 V、 W、 これ G ですね。 X、 Y、 違うね。Z、 こんな感じです。やっぱり送信の練習にはなりますね。なかなかうまくいきませんが、でもものすごく面白いです。で、この CW デコーダー、はい、安くていいんですけども、電源入力にすると、PP とならないんですね。で、インターフェース回路、上の回路を作りました。CW デコーダーの電源入力はなんと、テスラで調べると常に導通してるんですね。で、音声入力もあるので、上のインターフェース回路で、ブザーと、ですね、1kHz の音声信号を作って送っています。はい、ということで、ぜひ舞鶴電脳工作室に来られたら、触って遊んでみてください。